どうもショピです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。2017年の1月1日に僕がこの物件に引っ越してきました。で、今この動画を撮影しているのが2018年の5月の25日なので、この物件に引っ越して半年経ったんだなというのをちょっと思い出しまして、いや半年経つのって本当早いなと、もうあれよあれよという間に2018年も半分が過ぎようとしてますから、あっという間にというか、あっという前になんかもう2018年も終わってしまうんじゃないかなというふうな感じで思ってるわけなんですけども、まあとりあえずこの物件に引っ越してきて半年が経ちましたので、思いっきり断捨離をして、なんかワンルームでいいんじゃない、もうワンルームで十分住めるんじゃないって思うようになって、実際に大学生のなんか一人暮らしのようなワンルームに引っ越してきて半年経ってどうなのかっていうのをちょっと 2,3 点お話をしたいなというふうに思います。感想シェアってことなんですけど、この動画に需要があるかどうかわからないですけど、まあ温かい目でご覧いただければ嬉しいです。早速不満点からのシェアになってしまうんですけど、収納がもうここしかないんです。まあこうやって玄関にあるので、玄関の横にあるので下駄箱スペースかなというふうに思うんですけど、ただ奥行きがこんななんか腕が全部入っちゃうぐらいのスペース全部に、靴そんな入れる人いないと思うんで、僕はその靴は今のところ一足しかないのでこうやって入れてるんですけど、そうなのでそれ以外はもう全部ここに入れてます。なんですけど今ちょっとこれ正直パンパンというか、これより、まあ小さいやつは、小さい小物とかはいっぱい入るんですけど、大きいものは全然入らないです。例えばこれ、今朝来たんですけど、こう仕事で使う荷物がもうめっちゃ入ってるんですけど、こういうのが来るともうどこにしまったらいるのか本当にわからなくなって、もう困っちゃうんですよね。一気にスペース奪うので。っていうかこれなんでしょう？これは仕事道具じゃないから、ちょっとよくわかんないですけど。深圳なんとか物流っていう、なんでしょう？大阪から来てます。やっと来たが、アマゾンで注文して、2週間ぐらい経ちましたね。はい、こちらでございます。わかりますか？なんか医療用のなんかキットみたいな感じがしますけど、これはエネマバッグです。エネマバッグ。ここをちょっと肛門に刺して、まあ、干潮して、腸内をうがいするみたいな、そういう感じなんですけど、これを僕が今物販ビジネスから教育ビジネスの方にこう移行していく中でお世話になっているケンジさんがいるんですけど、ケンジさんがエナバッグをやっていてめちゃくちゃ調子いいよっていう話をしていたので、それをおすすめされたのでこう買ってみたっていうのと、あと前回動画に、まあ、ゲストとして参加していただいた中島さんっていう人がいたと思うんですけど、その人もこのエネマをやってるんですよ。そう、腸内環状、まあ腸内のうがいですね。ケンジさんも中島さんもしているということで、で、しかも、デメリットは確かにあるんだけども、そのデメリットよりもメリットの方が圧倒的に多いから、やった方がいいよ、ショッピング君も、みたいな感じで進めていただいて、僕もなんかその、正直、干潮とか、肛門から何かを入れるってやったことがないので、めっちゃ怖いんですけど、今回これを Amazon で注文してみたということですね。なんか収納スペースがなくてちょっと困ってるんですよっていう話をした直後に、物増やしましたっていう、なんか、収納スペースを圧迫するようなことをお話ししちゃいましたけども、そう、まあ気にしないでください。とりあえずこれはここにしまっておくことにします。で、次に睡眠事情なんですけども、週2回ぐらいはこうやってヨガマットの上で寝てます。9ミリとか 10ミリだったと思うんですけど、厚みが全然背中も痛くないし頭も痛くないし、そう、結構快適に寝られるんですよ、このヨガマット。ああ、眠くなってきた。そう、結構快適に寝られるんですよ、このヨガマットが。寝るのが2時、3時になっちゃった。で、明日6時、7時に起きなきゃいけない。絶対に起きなきゃいけないっていうプレッシャーがかかっている場合っていうのは、もうあえてこのヨガマットの上に寝て、長時間寝るとやっぱ体がちょっと痛いので、その痛みで起きるっていうか、絶対不健康なんですけど、なんかもうさっと寝て、さっと起きる。まあ、仮眠ですね。仮眠するには、すごくちょうどいいヨガマットです。まあでも実際このヨガマットっていうのは、トレーニングするために買ったやつなので、ちゃんとトレーニングするときに使ってます。これを敷いて、この上に寝るのが、まあ普段の睡眠スタイルです。
これを使ってもう半年くらいが経ってます。なのでまあそろそろこの半年後使用感レビューをしてもいいかななんていうふうに思っているわけなんですけども、ちなみにこれまあこのままで、使用してどうなのかっていうと全然痛くないです。先ほどのヨガマットと比べたら全然痛くないです。この分かりますか、ちょっとこのトツトツしてる感じ分かりますか、このトツトツがすごく気持ちいいです。すごく気持ちいい。 iPhone X の横の長さの3分の2ぐらいの厚みがあります。で実際これを半年間使ってどうかっていうと全然衰えてないです。まあ正直半年間使っていたらまあクタクタになったりとかこうシオシオになってその生地も薄くなってちょっとこう寝てたらさっきのヨガマットみたいにちょっと体が痛くなって起きるみたいなそういうことがあるかなというふうに思っていたんですけど、これ全然そんなことないですね。だからシーツも多少はヨレってするのかなと思ったんですけど、まだ全然張りがありますから。話が長くなって申し訳ないんですけども、最近僕が思っていることがありまして、それはゆっくり眠るための条件ってやっぱ音だな、音と光だなっていうふうに思ってるわけです。このマットレスをいくらいいものにしてとしても、枕をちゃんと買ったとしても、周りのその騒音が激しかったり、その明かりがこうこうと照らされてる部屋の中だったら、絶対寝られませんから、この物件に住む前の物件は、初台のマンションの10階のところにある、そのマンションだったんです。結構良かったんですよ。眺めもすごくズドンとして良かったし、部屋のその天井の高さも3メートル近くあったんですよね。部屋の天井の高さが。めちゃくちゃ高かったんですよ。そう。っていうのもあったし、その最新型の設備、そのお風呂だったりキッチンもすごい広くて快適だったんですけども、ただその僕が住んでいたマンションの隣には首都高が通っててなのでめっちゃうるさかったです。なのでそれから比べたら今のこの静かな雰囲気で夜暗くして寝られるっていう、それがどれだけ幸せかっていう、まあそれを感じてしまいましたね。まあこの物件全然関係ないですけどね。とりあえず寝るために、安眠するために条件なのは、いい条件なのは暗くて静かであることっていう、まあそこがあるかなというふうに思っていたので、なので僕はこのマットレスであっても熟睡できてます。次に料理に関してなんですけども、料理に関してはありがたいことにこの動画であなたが見ていただけているので、僕も動画の中でこれやってみよう、あれやってみようっていうことでいろいろですね料理はできております。朝は野菜ジュースを食べたり、なんか近くにちょっと行けば商店街があってそこにスーパーがあって何でもいい食材買えるので、なのでこうキムチだったり納豆だったりこうナチュラルチーズだったりこの無塩バターだったりっていうのはまあある程度切らさずにキープできてるかなっていうふうに思うので、食事に関してはこうゴージャスとかなんかそういうのじゃなくて健康にちゃんと気を使えてるなっていう気がしてます。設備的にはかなりチャッチクはなったんですけども、ただ料理のレパートリーであったり栄養面であったりっていうのはここの物件に引っ越してかなり充実しております。でそれはなんでかっていうと、あなたが見ていただいてるからです。で、あとこの物件に引っ越してきて、そのすぐ近く歩いて、だいたい5分圏内ぐらいに、こう、工務店というか、その木材を売っているお店があるんです。安く木材をゲットすることができたので、なので僕もこういう、じゃあちょっと机作ってみるか、つって、こういうちょっと長いテーブルとかを作ることができました。なのでこの物件狭いんですけど、まあ狭いなりにも、食う寝るとか、その衣食住に関しては特に困ってることはなくて、逆に快適なんじゃないかなっていうふうに思います。で、最後にちょっとこれをシェアさせていただきたいんですけど、この物件に引っ越してきて良かったなって思えるその条件っていうのは、綺麗、汚いとか、新しい、古いだったり、広い、狭いっていうのはもちろんあると思うんですけど、それよりも僕はその物件がどの地域にあるのかっていう方の方が、やっぱその満足度は違ってくるのかなっていうふうに思いました。なぜこう仕事が終わって、こう帰宅して駅に降りて家に行く途中でスーパーに寄って食材を買って帰ってくるってことができるようになったので、まあちょっとあなたにとっては当たり前じゃんっていうふうに思うかもしれないんですけども、駅から徒歩4分の品川に住んでいた時、あとその首都高のその隣のマンションの10階に住んでいた時っていうのは、そのやっぱ近くにスーパーがなかったわけなので、帰りがけにスーパーに寄って帰ってくるなんてことできなかったんです。でその周りの騒音もうるさかったですし、物件のその個体の良し悪しよりも地域も含めて全体像を見た時に、その物件に住んでいて良かったか悪かったかっていうのが決まるんじゃないかなと
というふうに思います。まあいろいろ話が飛んでしまうのでちょっとまとめると、この物件に住んで6ヶ月経ちました。で、物件だけ見ると結構不満点の方が多いです。収納がなかったりとか、狭かったり古っぽかったりっていうのはあるんですけども、ただ全体像で見た時に、もうこの地域も含めて全体像で見た時に、ちょっと歩けば郵便局もあって、市役所もあって、商店街もあって、駅もあるっていうので、機動力抜群なんです。機動力だったり利便性は抜群なので、なので総合的に考えた時に、ここの物件に住んで6ヶ月経ちましたけども、大満足でございます。本当に大満足でございます。そうっていうお話でした。はい、なんか最後はちょっと自慢っぽくなってしまって申し訳ないんですけども、そう、まあそんな感じですね。まあ今回そんな感じで話をさせていただきましたけども、まあその僕の見えていない視点だったりとか、あなたのちょっとこう、ここはどうなんですかっていうちょっと疑問に思っているところはあると思いますので、感想であったり意見であったりとかは何でもいいので、コメント欄に書いてみてください。はい、そしてもし今回の動画ちょっとでも面白かったで参考になりましたっていうのでしたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押していただければ大変嬉しく思います。はい、でいただいた質問だったり感想っていうのはライブ放送でコメントしますので、ぜひぜひ気軽に書いてみてください。はい、ということで今回はこの物件に引っ越して半年間経ちましたっていうレビューでした。今回も動画をご覧いただきありがとうございました。じゃあ今からブログスタイルになりますので、お時間がある方はお付き合いください。ちょっと昨日の食材が余ってるので、このスイカを使ってまたジュースやりましょう。今回スイカ入れてますけど皮は抜いてます。そしてバナナ2本を入れました。もう今日はこのシンプルでいきますよ。よいしょよいしょよいしょ、はい、スタート。はい、完成です。今日はなんかやけに少ないですね。250ml しか取れてない。普段の4分の1しか取れてませんね。まあ、いや、いただきます。あー、美味しい。バナナの味もするし、スイカの味もちゃんとするっていう、めちゃくちゃバランスいいですこの味は。全然足りないので、第2弾いきます。これは、みかんが入ってます。上に、ちょっとここに見えるんですけど、オレンジ1個分と、あとその上に白いのは、ヨーグルトです。ヨーグルトが乗っかってます。で、生絞りレモンをこうやって、入れました。はい、じゃあ第2弾これでいきます。まあ、もはやなんか、オレンジとヨーグルトだけだったら、オレンジ食べながらヨーグルト食べればいいじゃんって感じなんですけど、混ぜる必要ないんですけど。はい、じゃあいきます。スタート。はい、完成です。あー、いい色。さあ、カラフルに仕上がりましたけども、お味の方はいかがでしょうか。レモンがめっちゃ強いヨーグルトみたいな。オレンジどこ行っちゃったんだろう。やっぱり普通に食べるのが一番美味しいかもしれないですね。